ケイトリューはシンガポール出身の中華系アメリカ人ピアニストである。ケイトリューとも表記される。2015年のショパン国際ピアノコンクールで3位に入賞するなど多くのコンクールに入賞し国際的な評価を得ている。は、1994年5月23日にシンガポールで生まれた。4歳でピアノを始め。 6歳でシンガポールのヤマハの才能のある子供向けのピアノ教室に通う。8歳の時にアメリカ合衆国のシカゴに家族と共に移住。シカゴ音楽院でアラン・チョウ、ミカユイ、エミリオ・デル・ロザリオに指示した後、カーティス音楽院を卒業。その後、ジュリアード音楽院の大学院でロバート・マクドナルド及びヨヘウェド・カプリンスキーに学んでいる。この間、2015年の 第17回ショパン国際ピアノコンクールにて、第3位入賞と共に特別賞のマズルカ賞も受賞し国際的な評価を得るなど、複数のコンクールで入賞を果たしている。好きなピアニストとしては、エミール・ギレリスとグリゴリーン・ソコロフを挙げている。ショパン国際ピアノコンクールにおいては、技術力以上に想像力や感情表現を評価された。ありがとうございます。